久保さん。今日、ゴミ、ゴミですね。ちょっとねアあ、アドラーの心理学で僕好きな話があるんですよ。アドラーの心理学で。これねあ、夢を叶える像にもちょっと出てきてる部分あるっちゃあるんですけど、どうしようかな。夢を叶える像の方がいいかな。まあ、同じようなちょっとあれがあるんですよ。それは何かっていうと、あの、掃除をする。 掃除とかゴミ拾いをするっていうことに対してのそのものの考え方なんですね。で、多くの人って、まあ、こう,こういう問い,問いがあるんですよ。問題ですね。目の前にゴミが落ちてます。あ、じゃあ、目の前にゴミじゃないな。会社にしようかな。会社がちょっと、会社の、会社がちょっと散らかってると。で、え誰もいませんと。うん、で、えっ、ー、と、そのゴミを、 あなたは掃除しますかときれいにしますかとトイレ掃除をしますかと会社ので別にそのトイレ掃除をし,たしようが会社をきれいにしようがまずその誰にも見られていないでその会社の,その掃除当番とかなそういうのでもないであなたが掃除したとしても褒められることもなければなんだあの上司にその何だ よくやったななととか認められることもない何もない何もないんだけどもあのなんですか掃除はできますかみたいな問いがあるんですよでそのアドアドラアドラのこの心理学ではそれをその褒め褒められたらできるっていうこのなんとか教育なんか褒め褒めることをあんま良くないとその褒めれば褒めるほど 褒めたらやる。見返りがあるから、なんか、やるっていうふうになっちゃうと、それはその本質がずれてしまうと。うん、で、そのなんかまあ、あそ,その、何ですかね。あのーうん、人間っていうのはなんかその、そういうのを求めてしまうっていうね。そういう、そういう、そういう教育を受けるとね。うん。やったから。やったから。例えば、こんだけ働いたから。 こんんだだけ働いいたのになんで給料少ないんだとか、ね、まあそれはちょっと違う部分あるけどもまあ本質的にはちょっと一緒な部分あるっちゃあるんですけど共通ポイントねうんだからそのまあゴミに戻すとうんそのゴミを拾うか拾わないかっていうのは何だろうなうんそこをそのためには拾うのかっていう人に認められる人に褒められるために 拾うものなのなかそもそもとそそもそもとしてね。うん。なんだけど、結構、まあそういう傾向があると。うん。だから、あの、気づいたらやるっていう。うん。そこにな、何の利害関係もないけど、ただ、汚いから掃除する。終わり。みたいなね。うん。なんかね、嫌われる像の、なんかドラマーは僕前、ま昔見てたんですけど、かなり昔で。で、そこにもその会社の掃除。 えなんでそれトイレ掃除すんのみたいな。誰も見てないのにみたいな。まあそういうシーンがあるんですよ。多分それアドラーからも入ってると思うんですけどね。ど,どっちが先か分かんないですけど。うん。でもアドラーの方が古いんで。うん。うだもう自然にできるといいですよね。だから、まあ、この考え、この考えとか、このあれっていうのが、やっぱその、うん。 昔ね、こんなのがあったんですよ、久保さん。なんかその、まあネットビジネスで稼ぐ上でフリーコンテンツ作っていくの大事じゃないですか。てか、フリーコンテンツなくして有料って売れます、久保さん。多分結構きつくないですか。まあ売れないことはないかもしれないでしょフリーコンテンツが全くない。うん。なんだけど、例えば、あの、ああ、でもフリーコンテンツだもんな、それも。なんかあの、デパートとかで、その、 この包丁がいいですよみたいな。展示販売とかあるじゃないですか。展示販売というか、その、あるじゃないですか。うん。この包丁めっちゃ切れるんですっていう。でもその、包丁が切れるんですよっていうフリーコンテンツですよね。まあ、ある意味。まあ、セールスはしてるんだけど、なんでその包丁が切れるのかっていう、その、面白おかしくね。奥さん見てくださいみたいな。この包丁ね、こうなんですよみたいな。で、その、その演技が、まあ、フリーですよね。それお金払わなくても見れるんですよ。で、まあ、セールスなんですけどね。 で、それで売っていくみたいなのがあるんですけど、まあネットビジネスの場合は、まあ無料動画があったりとか、久保さんなったら無料ライブをしていたりとか、メルマガが無料だったりとか、なんかその無料がいっぱいあるんだけど、で、あの、問い,問い合わせがあって、吉谷さんと、あの、ギブしてる。無料でギブしてるのに、お客さん買わないんですよ、と。で、そのいい、そのね、反応はしてくれると。 すごい良かったですと。いう反応はくれるけど買わないんですと。だからその無料コンテンツがちょっと、ちょっと作るのやる気なくなってきますみたいな。で僕が言ったのが、いや別に当たり前で吹って <laughs> 別に買う買わない、まあ買う買わない、ビジネスにおいては買う買わないはすげえ大事なんだけども、そもそもフリーコンテンツを作るっていうのは、 当たり前だから、そこになんか感情移入すると、ややこしくなるよと。だから考えないといけないのは、フリーコンテンツ作るのは当たり前で、じゃあセールスの導入部分、なんで売れなかったのかっていうところを考えればいいだけであって、フリーコンテンツを提供してギブをしてるんだけど売れません。モチベーションが下がりますみたいな。いや、そうじゃなくて、フリーコンテンツ作るのは当たり前で、じゃあセー,ルスどセールスの商品はお客さんに刺さってるのか刺さってないのか、 価格はどうだったのか、オファー内容はどうだったのか、セールスまで誘導はどうだったのか、そこのテクニカル的なところを見ればいいだけの話で。うん。だからそのフリーコンテンツを作る、作らないは、もう作るのは当たり前だよ、みたいなね。だからゴミを落ちてるんだったら拾う。別にそれは普通だよ、みたいな。な、ゴミ拾ったのに何も言われないんです。給料上がんないんです。認められないんです。いや、そういうのじゃなくて、みたいなね。なんかそんな話をしましたね。 うん、でもねこれ結構ねやっぱね一般の人なかなかできないんですよね。なんでならばやっぱ働いた分だけの給料をもらうっていう生活に生きてるじゃないですか。ね。1時間働いたら1,000円もらえるのが当たり前。1ヶ月働くと月給がもらえるのが当たり前みたいなそ,れもその世界観で生きてるので企業をする自分で稼ぐっていうのはその世界とは全く違うんですよね。 10時間やろうが、100時間やろうが、1万時間やろうが、稼げなければ稼げないんですよ。保証されてないですよね。億万長者合宿に行くと、億万長者になれますかそんな保証はないんですよ。その保証がない中でやっていかないといけないんですよ。うん。だからまあ、その、そ、そこの考え方が、こう、自分で稼ぐっていう考え方にならないと稼、自分で稼ぐっていう考え方はそういうことだよっていう。 ことにならないいと自分で稼ぐっていうのはかなり難しいですよねうんだから僕はなんかそのご質問いただいた時ねすごくああなるほどねみたいななんかちょっと感じましたよねまだこっちの世界ではないんだなっていうこっちの世界で生きてるんだなっていうだから久保さんがね毎日ライブ放送やってて 売れないんすよ、みたいなね。ライブ放送やっても意味ないじゃないですか、みたいなね。毎日こんなにライブやって、朝から毎日ライブやってんの、無料でやってんのに、そっか塾一本も売れないもうやめようかな、みたいなね。<laughs> まあそんな感じですよね <laughs>、まあ。そういうのじゃないですよね。うん、まあそのためにやってる部分、お客さんとの関係性を構築するためにやってる部分はもちろんあるんだけども、それとそれは別というか、セールスするとこはセールスちゃんとして、売れないんだったら、 セールスに問題があるのか誘導部分が問題あるのか価格オファー特典なんかそういうの問題あるのかまだお客さんとの関係性が公式されてないのかもしくはお客さんにそのフィッティングしてないのかお客さんのニーズに対してしっかりとマッチングしていないのかとかねいろいろな問題はあるわけですよねだからそこを突き詰めて改善すればいいだろうしうんそ,うそもそも無料がなくして無,無,無理ですからね可能性はなかなかう生まれるのはむ難しいですよね なんですかねだから、挨拶、なんかイメージで言うならば、挨拶もしていない、挨拶というフリーコンテンツですよね。おはようございますとか、こんにちはとか、かわいいねとか。その挨拶もない状態で結婚できるか、みたいなね。<laughs> 挨拶もない。一言も交わしてないけど、結婚できるか。これ不可能ですよね、多分。不可能じゃないですか。もうどんだけテレパシーだよ、みたいな。 お互いに直感でこうと,ときめいてでもときめいても話しますよね <laughs> なんかのフリーフリーの時間フリーコンテンツはあると思いますし、うん、う何もフリーがなくて結婚はできないと思いますけどねはいいってらっしゃい